ゆなです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今日の企画はゆなの学校から帰ってきた時のルーティン動画です。イエーイ。今学校から帰ってきたばっかりなんですけど、今日の予定が夜の、ね、7時からダンスレッスンなので、準備とかね、もろもろの様子をお送りできたらなと思っております。それではどうぞ。はい、ということでですね、まず最初に準備するんですけど、お風呂に入っていきたいと思います。学校行った後の汗とか流してさっぱりした状態で行きたいので、あと今日はメイクもするのでね、お風呂入ってきます。はい、ということでお風呂上がりました。早速メイクをねしていきます。クロミちゃんでね、なんかよく質問が来るんだけど、使ってるカラコンがキャラアイズっていうワンデーのカラコンなんだけど、こういう感じを使ってます。こんな感じです。今日のはメイク動画じゃないんで、ちょっとおすすめなかったらこうやっておすすめするかもしれないんですけど、適当にパパってやっていきます。で、ここでおすすめのがこのドナクチュールベールトンフェイスパウダーってやつなんですけど、私この02番のマカロンピンクを使ってるんですけど、ツヤを出しながら皮脂も抑えてくれるパウダーなので、軽くはたくだけで、ここがねちょっと皮脂がめっちゃ出たりするんですけど、ここはいい感じにサラサラなのに、ここは結構ツヤが出てうるうるした感じで、めっちゃこれおすすめです。こんな感じになってます。じゃあアイシャドウいきます。最近ずっとこの子は使ってます。クリオのねプロアイパレットの02番のブラウンシュです。これはクリスマスプレゼントにサンタさんからもらいました。ホットビューラーを温めておきます。今日は撮影だし気合も入れたいので特別にやっちゃいますって感じで、普段はそんなしないんだけど、遊びに行く時とかじゃないと。これやります。ホットビューラーしていきます。リカフロッシュっていうリップを塗っていきます。これですね、すっごい可愛い。私が今まで使ってる中で一番好きなブラウンリップ。完成です。レッスン行くまでのね時間がちょっとまだあるので、 TikTok の撮影に行きますね。じゃあまた後で、バイバーイ。はい、ということでね、そろそろレッスンに、ね、行く時間なので、したいと思います。でね、先ほど撮った TikTok はですね、私の TikTok で上がってるので、ぜひ見てください。じゃあ、行っていきたいと思います。バイバーイ。はい、ということで、ただいまー。今から課題をやりたいと思います。大体私、学校から帰ってきたら、習い事のダンスとかボーカルとか演技とかっていう感じでレッスンがあって、まあ、それがない時は塾に行くので、毎日だいたい違うことをやってて、なんかバタ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 って感じで急いでバーって出していたりするんですけど、まあ、帰ってくる時間がねもう9時半とかそんぐらいに帰ってくるので、そこから1時間2時間くらいは課題と勉強とかをしております。でね、私、あと、勉強がそんなに好きじゃないので、この時間を日常化させて、勉強を日常的にできるようにしようみたいな目標を兼ねて、
中学校入ってからこれは続けるようにしております。今日の課題はね、なんか1年生の最後の学年集会で、なんか私学級委員で、なんかクラスの良くなったところとか、なんか2年生に向けてどうしていきたいかみたいな、そういうのを代表でなんか発表する時があるんですよ。で、その原稿を明日までに書いてきてねって1週間前から言われてて、それをすっかり忘れてたので、それを読みます。はい、ということで、できました。課題終わった。やっと、私なりにすっごい頑張った。持ち得る語彙力を全部詰め込みました。時間もそろそろ遅くなってきているようですし、あとは1年生の復習とかさ、2年生の予習とかをして、お風呂とか明日の準備をして寝たいと思います。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。グッドナイト。